はい、どうもトワイスです。今回も今回もじゃないですね、今回からロックマン X4 やっていきたいと思います。こちらはプレイステーションで撮ってますんで、前回ロックマンダッシュをやった時と同じようにノーセーブでやらざるを得ないんですけれども、まあロックマン X4 はロックマンダッシュと比べれば多分全クリまではそんなにかからないんじゃないかなということで、やっていきたいと思います。今回は X 編ですね。で、X 編なんですけど、いくら、ノーセーブで、クリアまで短い実況だからやるとは言ってもですね、ちょっと厳しいものがあるので、今回はぬるゲーさせていただきます。まあそれはおいおい話していきますけれども、まあやっていきましょう。はい、ですね、ここでこういうことをすると確か良かったはず。多分ダメだったらカット入ります。イレギュラーハンター、人間に尻尾を振ってレプリロイドを破壊する者ども、危険だとは思わんか。ジェネラル、お前も分かっているはずだ。奴らは単に人間の言いなりにならないレプリロイドを破壊しているに過ぎ、やられる前にやれ。お前には奴らを倒すだけの強大な力がある。お引き取り願おう。人間を裏切ることはできん。立ち去れ。二度とわしの前に現れるな。まあいい、そのうち気も変わるさ。ポイント5567においてイレギュラーのせい。イレギュラーは最新の兵器でスカイラ軍を占拠。この軍隊はレプリフォースと思われる。わかりました。ただし出撃します。読み上げ下手くそですね。成功です。まあ何が成功かっていうのは多分知ってる方は知ってるんじゃないかなと思います。じゃあまあまあオープニングステージなのでね、ここくらいは余裕で突破できるようになっていないときついのかな。いくらぬるげとはいえ、さあ飛ばしていきますよ。ほらー、オッケー。
痛い。こんなところでダメージを狙ってられるかな。よし、オッケー。まあ、ワンダメです。君は14部隊のハンタードラグーン。まずいぞ、いくつ。スタッフのイレギュラーが動力量を破壊した。なんだって。それではこのスカイラグーンはもうすぐ地上に激突してしまう。もう手遅れだ、エクス。俺は急いで出し、お前も無知を捨てて待機するじゃん。いいな。このままでは下の町は火の海だ。たくさんの犠牲者が出てしまう。とにかく脱出して下の町に行くしかない。なんてことだ、町がめちゃくちゃだ。何の罪もない人たちは許せない。ちょっと滑舌があれなのは気にしないでください。あ、ちなみにですね、私実家にいた頃、何年前だろう、実家にいた頃ですね、かなりやった覚えはあるんですけど、そこまでやり込んでいるわけではないので、あんまりうまさとか動きが参考になったりとかはしないかなと思いますので、そこはご了承ください。あくまであのあれです、気軽に実況したいなっていうのでやってるだけです。危ない。よし、痛い。蜂いたのか。怖いね。あいつの攻撃真下には届かない、はい、おっと、まあここはダッシュを使わない普通の壁蹴りの方が安全でしょうか。じゃあ行こう。さあドラゴンですね。さあ行くぞ、目指せノーダメージ。痛い。まさか突進を食らうとは思わなかったな。はい、オッケー、ワンダメージでしたね。惜しい惜しい。出てきました、分身野郎、うん、あなたは。私はレプリフォースのカーネルだ。ここを占拠していたのはレプリフォースなのか。何をバカだ、私は妹を助けに来ただけだ。ここで暴れていた軍隊はレプリフォースではない。ともかく武器を捨てて司令部まで来てもらいたい。断る、軍人に武器を捨てろだと。我々が武器を捨てるのは戦えなくなった時だけだ。だがそれでは本当にイレギュラーと見なされるぞ。勝手にしろ。我々レプリコースは軍人の誇りを捨てるより戦いを選ぶ。イレギュラーと呼びたくが勝手に呼ぶがいい。待て、落ち着け、カーネル。なんてことだ、このままではレプリコース全体が本当にイレギュラーとみなされてしまうぞ。というわけで今回はオープニングステージと、概要の説明だけみたいな感じになりますね。メモリーカードが相変わらずないのでセーブせずに続けさせていただきたいと思いますが、私がオープニングステージ始まった時成功といった意味は次回明らかになると思います。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。